一番落ち着きますか？個人的には仰向けに寝て片足を内側に曲げ、4の形になるような体勢が落ち着くのですが、それを人に話したらないと言われて、当たり前ですが人それぞれなんだなと思いました。いい寝方がありましたら試してみたいのでよろしくお願いします。寝姿ね。うん、お、人それぞれですよね、きっとね。これ女の子の寝姿っていいよね。お、ほう、想像が膨らむじゃん。想像が、うん、だけどさ、4の字はねえよな。4、漢字の4。漢字じゃねえよ。ちょっと気づいて、漢字じゃねえよ。こう、うん、普通に違う、アラビア数字の4だとは思うんですけども。そっちだ。はい、まあでも人それぞれだと思うんだよね。そうだ、これは。小野くんはさ、ね、はい、どんなのが落ち着くのかね。いや、やってみるか。え、そんな急に言われてもね。いや、だってこうスタジオじゃないですか。うん。布団がないとなかなか、あんれな。布団が敷いてあるスタジオにな。うん、じゃあね、あの、僕一回スタジオ出て、あの、ちょっとだけね、うん、寝起きドッキリ風レポートすっから。うん、あの、小野くん、あの、一番落ち着く方法で寝て。わかりました。ああ、オッケー。うん。小野くん、そういう時だけなんかすごい早いよね、動きね。よっしゃ、よっしゃ。じゃあ、あの、一回出てきますからね。はい、あ、小野くん、あの、自由な形で寝てください。任せといて。うん。いつもの感じですよね。いつもの感じで。いつもの感じで。落ち着く感じね。はい。おはようございます。僕は今、小野くんのホテルの部屋に来ています。じゃあ早速、小野くんの部屋に入りたいと思います。うわぁ、意外と散らかってますね。お、小野くんが、この布団に寝ているということなので、ちょっと布団を剥いでみたいと思います。早く。寝てます。ぐっすり。ぐっすりです。え、何ですかこれ。ドッキリです。ああ、もう勘弁してくださいよ。勘弁してくださいよ。小野くんはどうやら、くの字型に、逆ブリッジみたいな寝方で、そうですね、股間を押さえているのがとても寝やすいみたいですね。ドッキリ大成功つってね、起きろ。おー。小野くんさ、どうでもいいけど、はいはい、めちゃくちゃハードル上がってんだけど、どういうこと？いやいやいや。普通に寝てくれればいいんだよ。いろいろ考えたんですけども。いや、考えすぎだって。今年は、やりきるっていうのが、やっぱ目標としてあるんで。おもちゃのマネージャー渋い顔してるよ、またほら。でも、いつもこうやって寝てるんで。お前やめてくれよ、お前。御社のあの、可愛いマネージャーさんをさ、あんなに。起きろ！俺僕もやんなきゃいけないんだから勘弁してくれよ。ちょっとつったその寝方無理があんだってだからね。これ交代するよ。ちょっと待ってくださいね、うん、はいはいはい、いけます。はい、じゃあこれ交代です。はい、ではここから神谷さんの寝姿を見に行きたいと思います。お邪魔します。ここを開けようとするけども、でも、あ、メガネがありますね。
メガネをかけたいと思います。よいしょっつって、うわこれで俺もピーク、いや楽しいな。うんって言ってます。ちょっと起きかけて、やばい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 。では見てみたいと思います。おはようございます。おはようございます、神谷さん。おはよう。何？どうしたの？うん、そう。ドッキリです。ドッキリ？ドッキリです。それ僕のメガネじゃない？はい。なんかね、プロレスしてる夢見た。プロレスしてる夢見た。うん。の割に指くわえてましたけど。なんかな、うん、落ち着くんだね。落ち着くんだ。うん。落ち着くんだ。じゃあ、窓、すいません、お邪魔しました。あ、もし、寝てようか、ちょっと。終わったら、ごし。神谷さん、うん、じゃあ小野君さ、ドイブが早く来て、はい、もうすげえずっとしてたろこれ今。いや、うん、長引かせてっていう指示があったんです。はい、本当につらかったんだけどさ、でんぐり返しの状況で指を加えてるっていう形ですね。あ、そうだね。あ、まあ僕はそれ大体いつもそうだね。本当かよ。布団かかってなかったね。大体いつもそうだね。落ち着かねえだろ。いやいやいや、すごい落ち着くよバカだな。本当ですか。うん。疲れ、すごい疲れてるじゃん。この子が無駄にハードル上げるからだろ。もう本当よ。頼むぜ。いやこれ面白いな。ということで松本先生いかがですか。ぜひ僕たちのおすすめの寝姿を試してみてくださいね。試せるのかな。